第21回目ですね。いよいよ、本当に終わりが見えてきたかなと。ラストスパート頑張ります。パターン22。 If I had more money, I would buy it。 ついにこれまでに何回か後でやるよやるよってずっと先延ばしにしてきた仮定法、という、テーマに入ります。先にこれ意味言っておきます。私がもっとお金を持っていたら私はそれを買うのになっていう文章です。ちょっとなんか余韻があるよね、買うのになみたいな。そもそも if という言葉の説明から入りますが、 if にも2種類ありますよと。もし私が言ったらあなた喜びますかとかね、もしあなたが、サッカーをしたらだとかっていうね、なんかいろいろもしっていう時あるだろうけれども、そのもしにも2種類あって、1つ目実際にあり得ること、これまで、if っていうのが出てきた時っていうのは大体そういうものなんだよね。明日もし雨が降ったらとかね、全然あり得るわけだよね。そのツアーは、延期されるでしょうなとか、全然雨降る可能性あるわけじゃない。そういう場合には全然普通に言ってたよね。あ、まあ、ただし、条件だとかの if 説の中では、未来、will とかを使わないとかっていうなんか細かいララっていうのあったけど、まあ、それは置いといて、 if にはあり得ることがあります。もう一つあって、ありえないこともあるんですよと。どういうことか、今、想像してください。今ここので説明しますが、これのまず丸一番のね、あり得ること、例えば、本を買いに行きました、その本が3000円でした。でレジに行って3000円ですって言われて、ここからポケットがね、財布出してこう見たら2000円しかない。あれ、あ、でもなんか俺いつもこれとは別に定期入れの中にいつも1000円挟んでるんだよねって言った時に、千円札が、てか1000円あと1000円あることっていうのは十分ありえるわけでしょ。ありえるわけだよね。そういう時はこういうふうに言うんですよ。 If I have more money、もうちょっとお金があったら I will buy、 それを買いますよ、その本を買いますよ。これは十分ありえる文章だよね。だって1000円が入ってるかもしれないから、てか入ってると思っているんだから。ただし、バッキンガム宮殿、あれいくらするのか分かんないけどさ、例えば100億とかするじゃん。で俺がそんな金持ってるわけないでしょ、100億なんて。で If I had more money、 もっとお金持ってたら、もっとお金持ってたっていうのになんかレベルが違えな、まあいいか、もっと私がお金を持っていたら私それを買うのになっていうように、絶対ありえないこと、そういう時にこの仮定法っていう出番なんですね。ありえないことだとか、もしくは実際ではない、実際そうではないこと、っていう時に仮定法を使うわけです。で仮定法っていうのはあくまでも空想上の話です。だからさっき、買うのになとかっていう感じ、なんかファン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 っていう感じがあったんだけれども、それもこの文章で、読んでる側に伝えなきゃいけないんですよ。そうするためにどうするか、時勢を一個ずつ前にずらすんですよ。つまり今これって現在のこと言ってるのね。今私がお金を持っていないんですよ、実際には持っていないんだけど、もし持っていたら、あ、日本語で持っていたって言うんだね、いたら、まあそれはたらったから違うのか、過去形とは違うのか、持っていたらそれを買うのにな、
今の話をしているのに時制をハブから一個前に戻してあげてハブにするわけだ。 If I had more money I この will も一個前に戻してあげる。そしたら would buy it、 このパターン22の文章が出来上がるわけです。つまりこれ最初、読んだ人たちは、仮定法を知らない人たちは、If I had って来た時点で、あ、これ過去の文なのかなって思うわけ。でも実際はこれ現在の文です。今私はお金を持っていません。十分の金を。で、もっと持ってたらそれを買うのにな。っていうような文章ですね。過去形。つまり、ある時に、例えば1週間前、俺本買えなかったんだよと。なんつったって財布の中に2000円しか入ってなくてさ、しかも他に1000円札なんてどこにも俺入れてないし、もう俺の全財産がその時の全財産2000円でしたよと。だから買えなかったんだよ。その時もうちょっとお金持っていたらその本買ったのになっていうような過去のことを言う時、その場合には、普通だったら、過去形だから had っていうのを使うんだけれども、さらにそこから時制を1個前にずらしてあげなきゃいけないから、どうするか、過去完了にするんです。つまり If I had had some more money、had が2回続くわけで、こっちはあの現在完了とかの時の have、 過去完了だったら had のその had です。こっちは、have の過去分詞だねの had。 If I had had more money I、 ここも1個前にずらす。どうするのか、 would have、 bought it、 っていう風になるわけです。ここもなんか現在完了形のような形に持ってくんだね。 would だからここは原形に戻りで bought it。一応言葉を説明しておくと、こっち側の現在のことを言ってるのに、形、過去形のようなね、形を取るので、これを仮定法過去と言います。でこっちが、過去のことを言ってるのに、さらに昔のことをね、言ってるかのように言うので、仮定法過去完了っていう言葉もついてますが、まあその辺気をつけてください。あくまでも仮定法っていうのは実際にはそうではない話をします。時制をずらすっていうのは、例えばあの時制過去形っていう、そもそもね動詞の過去形っていうには、もうずれっていう意味があって、つまり時間がずれているから過去に戻って、過去形になるわけでしょ。だとかあとは今仮定法っていうのは現実と仮想の世界、現実と仮定の世界、空想の世界、ここにちょっと軸のずれがあるので、だから過去形にしてあげるんです。時制をずらしてあげるんです。ずれを言うわけだね。だとかあとはあのもう一つあって、これは余談だけれども、あの言葉を丁寧にするとき、あの Will you 何々してくれませんか、 Will you って聞くときにもっと丁寧にするならば、つまり相手ともうちょっと距離があって、精神的なね距離があって、まだ初対面とかの人に Will you なんて言っちゃいけないわけよ。そしたらもうちょっと距離があって、そこはずれてるんですよっていうのを、説明するために、ニュアンスとして含むために Will you じゃなくてもう一個時制を下げてあげて Would you っていう、ちょっとまるで過去みたいなね、単語にしてあげたり、もちろんそれは Can you が Could you になったりとか、そういう時にズレっていうのをちょっと意識しておいてください。仮定法でもそのズレというのが使われるんだよということですが、次こっち行きますね。で、その後半部分、カンマ以降の部分なんだけれども、例えば If I had enough time、 私にもし十分な時間があったら、これは、仮定法過去です。過去のこと言ってるんじゃありません。現在のこと言ってるんです。いいですか、気をつけてね。現在のこと言ってるのがね、今自分にはちょっと忙しくて十分な時間がないんですよ、だけどもし十分な時間があったらって言った時に、 I の後にさっき Would が入ってたけれども、 Would だけなの、いやそんなことないですよ、もちろん Would だったら I'd go there、 私はそこに
行くだろうに、行くでしょうにって感じなんだね。それがじゃあ今度 could だったら、基本的にここには助動詞の、過去形が入ります。じゃあ今 could だったらどうなるか。 I could go there、 私はそこに行けたのにな、十分な時間があったら私はそこに行けたのにな、行けたのになと言いつつ、それはあくまでも現在のことだよ。現在時間がないから行けないっていうことを言ってるんだね。だとか might、 If I had enough time, I might go there、 私はそこに行くかもしれないんだけれどなっていうような、ちょっとしたズレが出てくる。まあそこも、まあズレというかニュアンスのね、違いが生まれてくるので、そこは、まあ注意してくれればいいかなと思います。で、基本的に家庭法というのは、学校では多分2週間ぐらいかけてゆっくり教えるし、基本的には1時間2時間絶対ないとね、教えられないことなんだけども、今これ15分とか20分でどうにかまとめようとしてるから大急ぎになっちゃうけれども、だから演習は人それぞれやってください。ただし大事なところを2つ、言っときます。1つ目、 If I am bad, I'll fly to you soon。 なんかあれって思ったでしょ。これは絶対ありえないね。 I want, how みたいな、 I の時はわずに決まってるじゃん、過去形だったらね。そうなんですよ、わずのはずなんだけど、これそもそも現実の話してないでしょ。家庭法なんですよ。私がもし鳥だったら、鳥なわけないんだけどね、私がもし鳥だったら、私はすぐにでもあなたの元に飛んでいくのに。な、気持ち悪いですが、そういうありえないわけだよね。だけど現実ではないことを言ってるんだよってのをあえて示すために、家庭法にはちょっとした、まあ、決まりというか、まあ、なんつうのかな、決まり、うん、決まりだろうなっていうのがあって、家庭法における if 説の中だけどね、家庭法において B 動詞は基本的に全て Why になるわけだ。つまり He is が仮定法になると He was になりそうなものが He were とかっていうありえない形になるわけだ。 I were about、言われてみればもうそっくりそのままおかしくて、ああその時点で仮定法なんだなってすぐ気づくようになってください。もう一つ、これは2、3回前かな、もうちょっと前かもしれないけれども、統治というのを、説明したと思います。何の時に言ったかというと、強調するんだよと、何かを強調したいんだよっていう時に統治っていうのは起こるよねと。それ以外の時に否定のものが最初に出た時、または仮定法の時に統治が起きますよっていうちょっとした、種をまいておいたんだけど、今ここで出てきました。仮定法において仮定法なんだよっていうことを人に、読んでいる人に気づかせるために統治というものが起こります。これは頻繁に起こります。例えばこっちでやった If I had more money, I would have bought it、 もしその時ある、過去の言ってるね、過去の時にその時もうちょっとお金持ってたらその本買えたのにな、もともとは If I had more money だったものが、まるで疑問文のように語順がフィッて変わって、現在からで Have you? とか聞くでしょ。それと同じような語順になって Had I had more money? I'd have bought it。 あとは変わらないね。ここの語順がひょいってひっくり返って、疑問文のような形になるんだよ。つまり統治だね、統治が起こるんだよと。もう一つ言っておきます。While I am bad, I'll fly to you soon、これの書き換えですね。 If というものをもう取っちゃうわけです。 If というものを取っちゃって、あ、こっちもそうだね。基本的に If というものは取れちゃいます。で、何から始まるかというと、ここの語順をひっくり返って While I am bad,
I'll fly to you soon っていうものになるな。春会えてきた時点で最初みんな読み始めたら、あ、これ疑問文かなって思うよね。でもピリオドの時点で、あ、疑問文じゃない、だったらこれは仮定法だって気づいてください。これもそうです。わーらい、まあわーらいっていう時点で愛とわーっていう組み合わせ自体がそもそもおかしいので、あ、これは疑問、あ、仮定法だ、これはすぐ気づいてください。っていうように仮定法の、まあ、エッセンスというか、大事なところをサクッと流していきました。ただしこれっていうのは、長文とかによく出てくるし、ひょいっと突然出てきたりするんだよね。なのでこういうハードアイとかが出てきた時にすぐ、あ、これ仮定法か、気づけるように、なってください。ね、短くまとめてしまいましたが、ぜひ皆さん各自で、問題演習なりして、ぜひ仮定法に慣れていってくれたらいいなと思います。以上です。